おはようございます。本日は2021年10月27日水曜日、アウェイ鹿島アントラーズ戦ですね。スタメンに呼ばれてます。順位の方が鹿島がもう優勝を決めてるんで、紹介したいと思いますね。この2人はアジアコンチネンタルカップ圏内を狙って勝ちたいと思います。行きましょうか。スタメンに呼ばれてます。鹿島か、ユニフォームは購入するか。スタメン、ゴールキーパー、ミケルモンド。山根、山村、ジジェルの森田と。森田、下田、大島、アメリア、セロは、馬ですね。サブが、セイラ、ピーターソン、ドミトル、脇坂、三笘、久米、15マテスさんです。やっていこう。いやね、鹿島スタジアムはね、スタグルがうまいよ。前回、湘南戦もそんなこと言ったけど、でも、アウェイサポーター、ビジターサポーターは、スタグルホーム側の買えないんですよね。今日の試合、ホー実ム況側をの務方めますがのは充実してる西んです岡けど、明彦です。スタグ福ル。西さん、よろしくでお願いしまも、す。はい、買えなよろいしんくおで、願いカシしマまサポす。ーの友達ファンにとしても楽一しい礼試し合てもでらっすたりとね。か。今日は鹿島アントラーズ対川崎フロンでターも、レビのジカータブルで側す。も歯磨きとか、あ鹿島と、は J リーグ創設から最むつ近煮までが美味しい、安鹿定し島たは。強さを誇っていまアウす。ェイサポに今、時期選に手応がじ鹿て島は。いろいろなライバルチームはいたんですが、おすす一めで番す、安定しているかも鹿しれ島まのせ次んね。は。もう鹿島スタジアムにね、1、2、3回行ったことあるな。3回行ってきた。ステージ近くに有名な鹿島神宮という神社もあって、そこで一周忌なのかも、鹿島選手たちがシーズン前一周らしいですね。出身は鈴木健二さん。鹿島さん行けるな、ここ。鹿島の誕生日おめでとうございます。で、負けてる回数は一緒なんだよね。引き分けが多いんで、違う。前の戦略で。スタメン、ゴールキーパー、エイセイレ、広瀬、犬飼、松田、長門、矢島、小泉、ファンガダーノ、杉岡、ラミレス、上田、上田さんがですね、キーパーが望むが来てね、奥さんでも、コンセントでもない、望むが来るんだったっすね。今日、モーチさんが安価ですね、今日は。前節の都合を決めた3人を使われてるのか。モーチと違うな。キック鹿島のオフ。キックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。いきなりピンチ。モーチさん。いいね。あ、やばいですか。やばい。やばい。いいよ。タックルを受けていまやばいす。か。危険な位置です。緊張感が増してきます。やめてね。さあ、来おお、た。出てきた。このシュートはディフェンスに止められます。登里恭平、素晴らマジしいか。ポジショニングと視野の広さでオボッケールオッをケカットしました。ー、いいよ。シュートしたいな、こっちも。オッケー。ボールを失った。はい。犬飼智也。うわ、3人ですね。大丈夫？まだ距離ナイはありス。ますが、思いっきり狙いました。チャンスと見たのか。思い切ったカシシスュートタムでし見やたすいスタジね。アムだよね。遠くサからッ打っカーてき専ました用。が、枠に行ってまサッせんカー専ね。用のスタジアムっていいな。パスコースにはディフェンスがいます。鹿島アントラーズのスローインです。今のところまだ失点はしてないからいいけど。ディフェンスを抜いた。ラミレス。ラミレス。
パスをつないできましたが、ここで奪われました。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。はい、いいね、シュートを狙う。今日のホームサポーターはずっとこんな感じで、ミスキックにも声援を送っていますね。そうですね。彼らは交代を望んでいるのだと思いますよ。選手としては辛いですね。辛いね。行け、強引に、強引に行って、シュート。いいところに出た。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。はい。主審はファールを取ります。これで奪われたらやばいよ。カシマントラーズのスローイン。間違えた。また間違えた。ミスった。もったいない。素早く入れます。狙いますね。怖いな。はい、おー、はい、ファールの笛が吹かれました。よしよし、カードは出るのか。下田北斗、山村さんはフルス対戦ですね。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。いいビルドアップでしたが、相手に渡ってしまいました。シュートは入るか。勝ち越しとはなりません。あともう少しでしたね。危なかったな。うん、20分経過。おお、今オッケー。いやー、いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。いい形でゴール前まで持ってきました。おっと、ラミレス、大島亮太、下田北斗。そう、いやないか、うまい、うまい。ボールが狙われています。中いて、クロス、いいよ。あー、止めてる、押し込め。最後はキーパーの手の中へ。いいっすよ。よし、よし、よし。このボールはスローイン、返ってこないんだけど。あ、そこでスローインですね。大島亮太。全部後ろから再開したな。上里恭平。上里恭平。大島亮太。こ、足で、ま、あ。時間もすぐ終わりか。ここは簡単にボールを渡してしまった。いいね、おっと。うわ、オッケー。うわ。ボールをサイドへ展開します。やめて、やめて。狙ってきたぞ。ここは止めきれません。いや、違うじゃない、ね、打てば入りそうな感じがありますね。よし、サイズの定義だ。ほっ、下田北斗、下田さん、はい、どうする。このシュートはどうだ。シュートするもこれは決まりません。残念そうにしています。惜しいチャンスでしたね。まあ、シュートで打っていこう。シュートで打っていこう。シュートで終わりたい。はい、頑張れ。危険な位置です。緊張感が増してきます。やだやだやだ。
ここはボールを奪取しました。なるほど。カットしました。ここはどうするでしょうか。よし。前半終了です。未だスコアレスです。まあ、試合は互角のまま45分が終了しました。優勝は決まってくるじゃないですか。残り45分どうなるでしょうか、福西さん。そうですね。今のところ静かなゲームですね。柏は？柏は負けて、よしよし。これ勝ってもらう。順位抜ける。後半キックオフ。後半のキックオフ。今度はフロンターレボールです。強引に決めなかったな。ラミレス、ここでうまく対処します。はい、モエさん、うわ、町田浩樹では、出た、あれ OK、これは、ここ、雨が、雨が今日目立ってないな。大島亮太、はい、シュートを打ってきた。ここはシュートが入らず、なかなか勝ち越せません。大島亮太、調子のよ、はい、いいよ、あ、クリア。今のうちにディフェンスラインを立て直したい。さすが、こ、あ、今絶好のスルーパスでしたが惜しくも通らない。ないな、いいよ、さあスタジアムのテンションが上がります。丁寧にパスをつなぎます。振り抜いた、勝ち越しを狙いましたがここはゴールを奪えません。そうですね、交代するな、ないか、はいはい、これはイルカイトモヤ、ボールを失った。大丈夫？大島亮太。大島さん。大島さん。おお、ファウルない。ダッシュ。寄せが早い。はい。いやー、いやいや。オッケー、オッケー、オッケー。大島亮太、キャッチできません。ボールがこぼれた。ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。奪いたい。その得点入れたいな。レシーブで行きたいから落とせないんだ、こっちも。シュートを狙う。ボールを抑え込みます。はい、軽やかにジャンプかわします。このボールは重要です。ラミレス、倒れている選手がいます。肉離れでも起こしたのでしょうか。カシモ選手が倒れてたから、そっちにしてた。カシモ選手が倒れてたから、そっちにしてた。危ねえ、危なかったな。これは思い切ったドリブルです。ディフェンスを置き去りにした。ポストに惜しい。ここは押し出します。ラミです。今惜しかったな。よしよしよし。下田北斗。はい。大島亮太。で、シュート。気は抜けない展開です。タッチラインを割りスローインです。
お、清水さんからですか。鹿島アントラーズが選手を交代します。鹿島は誰がいるんだ。清水さんが出して交代したのか。おーっと、さあ、西田さん帰ってきてね。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。いいね、いいよ。さあ行こう。川崎の攻撃です。シュートを決めた。ラミです。カウンター怖い。中盤でボールをカットしました。大島亮太。さあ須田さん、相手に渡ります。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。めっちゃ押したいですね。鹿島アントラ選手交代です。リアルさんって人が怖い選手だったですね。強い、体をうまく使います。ボールを取った。今日の試合を象徴するようなプレーです。パスの狙いも良かったですが、カットが素晴らしかったですね。いいよ、いい形でゴール前まで持ってきました。選手が一人倒れていますね。はい、肉離れでも起こしてるでしょうか。あ、はい、さあ、いや、シュート。あの選手が止めなければ入ってましたね。ボールが中盤でカットされました。おい、見て、見て、アーシャン2分。フィールドの中盤でボールを奪いました。あー、スコアエースドロー。0対0のまま試合は終了です。やっぱ王者の鹿島は強いな。まあ勝ってたな、今日の試合は。悔しい、やり直したい。やり直したいけど、いつも一発撮りです。悔しいな。ムロジャクさん、ムロジャクさん、スタッツ見てみるか。 5.3 引く馬引く。いや、シュート数勝ったんだ、うち。ウクライナシュート勝ちもゼロなんだ。MVP は山根さん 7.5 ですね。他は6点台かな、みんな。鹿島はこんな感じです。ヒロシさんと HC さんが高いですね。大島さん 7.3 なんだ。本当だ。はい、特別スコアレスどうでした。鹿島はてか、それはどう。アジア本日大カップ決勝はあるけど、先に順位表。あ、よしよし、柏抜いた。柏が負けたっぽいから、これで抜きましたね。 AC 圏内。よし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 、来シーズンもこのチームにいるか分かんないけど、よかった。さあ、決勝戦選ばれてかい。選ばれてないの。ACJ で決勝やばいですね。中は2日だもんね。中2日だからきついか。じゃあシミュレートしますか。やんでほしかったな。スタメン、ゴールキーパー、ピーターソン。15マテウス、JJ、谷口、熊谷。神谷、神谷勝さん、どこで使うの。神谷さん、ボランチで使うのかな。宮城さん、宮城さん、タッチーさん、タッチーさん。久しぶりな人が多いな。脇坂、立てずミットで。
サブがミケルモンド、ノボイザとマギーニ、大島、三笘、セイラ、エドルさんですね。はい。プキングコンはヘナット・アウグストとかいますね。バカンブとかいますね。じゃあ行きましょう。キックオフ、決勝カット地、まずはホームか。アウェイコードを許さないでね。勝とう。アジアの頂点行こう。あー、待って待って、いきなりドナサン・ビエーダで決められてんじゃん。ちょっと、マジで。追いつけ、追いつけ。絶対追いつけ。アウェイコードは立っちゃいかん。キュウミンジェにカード。北京国軍カード多いな。やめて、追いついて。うわー、追加点決められてる。あー、ドミトルナイス。いやー、2対1かー。厳しいな、これセカンドレグ。お。大会最初選手は、最初の君さん。ベストイレブン。この大会いないね。これで見ると、ドゥンカが15ゴール。15ゴールで得点をなの？最終ゴールキーパーは東口さん。もうリーグ終わったの？残ってなかったっけ、もう一つ。新戦が残ってたんだけど、もう決まったんだ。MVP とかは。あ、トレーニングしないと。お、高川が復帰、トレーニングできなかった。高川さん復帰しました、よかった。ということで、今日はスタメンに粘れてますね。ということで、ルヴァンカップかな。ルヴァンカップ準決勝か、決勝じゃないのか。ルヴァンカップ準決勝、許しません。北京国安戦負けましたが、まずは広島戦ホームで押しましょう。だけでご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。次はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。